皆さんこんにちは。今回は全3話の DIY シリーズの最終回、こちらのお部屋を素敵すぎるゲストルームに大変身させる様子をお届けします。こだわりの家具から北欧インテリアもたくさん紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、まずは前回のおさらい。時間が少し空いてしまったんですが、前回前々回とこの部屋を大改造し、はばきと呼ばれる壁と床のつなぎ目に取り付けるこちらの板も新しい白で綺麗に塗り終えました。今からこのシートを剥がして床がついに見えます。床のシートを剥いでみたら、床と壁の色とこの白色がすごくいい感じで、どんな家具を入れようかちょっとワクワクしてきました。Back on. すごい、できたね。できた、めっちゃ時間かかったね。That took a long time. Like a month? Probably almost. Gemma. Is he getting coming on camera? Emma? Stay? Emma? Look here. Wait. Ryan? Wait. Good. Go ahead. Go ahead. Yeah, go on.Go on. You can take the room. You can take the room now. Oh, yeah. What do you think, Emma? What do you think, Brian? Is it an improvement, huh? Do you approve? Do you guys approve of the room? Do you like it? Yeah. Emma likes it. Yeah, she does. Okay. So let's fix.そうだね。これを今からフィックスするの。Yeah, so I'm thinking two of these on this one, one here, two here, two here, maybe one here. 以前までこのコンセントのコードがジューブラリーになっていて印象が良くないなと思っていたので、こうやって壁に沿わせて。コードを固定することに。ということで、今日は5月27日かな。ちょっとね、いろいろ家具を持ってきました。で、今あるこのベッドをこの端っこの部分に置きたいと思います。せーの。ベッドをどこに置くのが正解かなと迷ったんですが、窓から一番遠いところに一度置いてみて様子を見ることにしました。今回のこの部屋のリノベーションで壁一面にあった収納を取っ払ってしまったので、私たちのベッドルームで使っていた洋服のタンスをこちらのゲストルームに移動させることにしました。この部屋の天井は傾斜が45度もあるので、結構家具の配置が難しいかなと思っていたんですが、この洋服のタンスは高さが120センチぐらいだったので、ちょうどいい感じに収まったかなと思います。そして家具屋さんで見つけた竹のラックもタンスの横に置けばどうかな。いい感じじゃない。 Yeah, I think it looks nice. Yeah. Maybe we can buy a carpet like here. And maybe some like table or like sofa for one person. これはあのセカンドハンドストアで買ってきたものです。なんかね、ここら辺に凹凸があったりして、
多分手作りのやつかなと思います。後ろを見たらね、結構手作り感すごくて、あのなんていうの、ホチキスでこう留めてあったりして、テカテカしてる、見えるかな。ここでヨハンにできたばかりの壁に一つ目の穴を開けてもらいました。I think so. めっちゃいいと思う。大きな家具を一通り置いてみたので、私たちは一度部屋の外へ出て、ドアを開けた瞬間の印象をチェックしてみることに。わここで私たちは、この部屋の一番大きな壁がとても寂しいということに気づきました。What about this big wall? ね、どうするここ? Do you have any idea? Desk. Desk. I'm kind of feeling like we should maybe have a desk here. Yeah. Yeah. ということで、急遽家具を探しに向かいます。ここで私たちが家具を調達する様子を少しだけお見せしたいと思います。ここは前にも動画でご紹介したセカンドハンドのものが集められた市のリサイクルセンターのお店。普通のお店とは違い、火曜木曜土曜日の週3回しか空いていないんですが、結構いいものもお手頃なお値段で買えるので、商品の入れ替わりも多く、毎回来るたびに掘り出し物に出会えるので、家具やインテリアが欲しいときはよくここを利用させてもらっています。かわいい、これかわいくないですか、欲しい。スウェーデンでは中古であっても長く使えるものはこうやって再販売されているんですが、ここだと新品の10分の1から20分の1くらいのお値段でいろいろゲットできたりするので、好きなものと出会えればよくお家に持って帰って楽しませてもらっています。これとか買わないんですけど、値段が2000円ぐらいこれとかすごくない？キッチンチェアって感じ。Where would you put this? I don't know where you put it. Where did you find? 90kg. 1000円ぐらい？うん。何それ？Film camera. すごい。No idea how to use it. I think you press this to film. 使い方も動くかどうかも全くわからないんですが、この8ミリカメラのフォルムが可愛くて、つい衝動買いしてしまいました。でも一番のお目当てだったゲストルーム用のデスクが見つからなかったので、これから家具屋さんへ向かいたいと思います。ジースクに来ました。なんかすごいいっぱい外のあれがあるんだね。ここは前回竹のラックを買いに来たジスクというデンマーク発祥の家具屋さん。 IKEA ほど店舗が大きくないおかげもあり、こんな北スウェーデンの田舎町でも家の周りに数店舗展開しています。買い物がてら気軽に来れるので、月に1回くらいはお邪魔しているかもしれません。そしてミオという違う家具屋さんでも、新しいゲストルームにぴったり合いそうなラグを発見。これから家に帰って実際にお披露目させていただきますね。 Okay, we have been shopping and we have gotten, I think, the final things for the room. We have a desk that will go in this corner. Yeah, just maybe next to the window, right? Yeah, I think so. Yeah, it's like there. Yes. Then we have some gray blinds for the window. Mm-hmm.
because we need to be able to make this room dark, otherwise no one can sleep here. Yeah. And then we have a big nice carpet. Yay! 160cm×230cm 2.3 畳ほどの大きさのラグを購入したので、まずはその下に滑り止めを防止するマットを敷いたら、このラグをどの向きでどこに置くかを2人で決めていきたいと思います。 Okay, so shall we open the room? そしてお次はデスクを設置していきます。商品を倉庫で受け取った時に少し嫌な予感がしたんですが、And this is a drawer. Screwdrivers and a drill? 見た目はシンプルなデスクだったんですが、結構組み立てるのが難しそうだったので、これはヨハンにお任せしたいと思います。いっぱいあのピースがあるんですが、これをテーブルにお願いします。Like a thousand piece puzzle. ヨハンが家具を組み立ててくれている間に、実は私たちがこちらの築44年のお家を買ってから7月1日で丸1年になりました。家を買ってからこれまでいろんなことがあったんですが、どんどん自分たちで手を入れていっているので、素敵になっているなぁと実感しています。近々北欧のうち1年の総集編みたいなのも作れたらいいなと思っているので、もし見たい方がいたらコメント欄で書いてくださると嬉しいです。あと今ちょうど編集をしているのが7月5日なんですが、次の週からは外壁も塗ろうと思っているので、そういった直近の家の変化や近況報告はメンバーシップで逐次お話をしています。もし興味がある方がいたらメンバーシップ動画もチェックしてみてくださいね。 Now the desk is assembled. This is shaping up to be the nicest room in the house. It's looking very good. Have the wardrobe, the bed right here. And now the next thing is the curtains, so we can get some darkness in here too.Also, we have the, right, I forgot. We have this mirror too, above the desk. I think that would look nice. And it might be nice if someone wanna sit there and do makeup or something in the morning. Guest. Nice to have a mirror. スウェーデンではもともとカーテンをしない人が多いんですが、ただ私たちが暮らしている北スウェーデンでは、夏になると白夜の影響もあり、夜になっても全然暗くならないので、こういったロールカーテンやブラインドを使うことで体内時計が狂わないようにしている人が多い気がします。 DIY シリーズ第1弾でナチュラル系で雰囲気を作りたいというお話をしていたんですが、この丸い鏡を組み立てたデスクの上に置いてみると、なんか少し違うかもと違和感があったので、急遽倉庫の中に眠っていた鏡を持ってくることに。そして縦ではなく横にしてみるのはどうかと思い合わせてみたんですが、めっちゃ難しいです。 I think the best choice so far all of these is to put it along here. Let's do it like this. これは IKEA で買った鏡で、この広い空間を埋めるのには横にした方がちょうどいいかなと思ったので、思い切ってこの方向で鏡を固定しようかなと思っています。Do you like it, Gemma? Yeah. It's a nice carpet, huh? It's a nice carpet. DIY って自分で答えを作り出さなきゃいけないのが楽しくもあり難しいところだなと思います。作業をするために外しておいた天井のシーリングもこうやって元に戻したら、No problem. Cool. This is the only thing we have left from the old room. I mean, we brought it from our apartment, but this was in here before, no? This light. Otherwise, everything in here, except for the bed, also the bed,
the bed and the light. そうだね。Yeah. So different. So different. Yay. ここまで来たら完成まであと一歩。ここで新しく完成したばかりの壁にマキタのドリルで穴を開け、慎重に鏡を持ち上げ、平行になるように鏡を傾けていきます。すごいね、そうやって原始的にするのね。ドリルで壁に大きな穴を開けてしまったので、一発で水平になってくれていればいいんですが、いいんじゃないでしょうか。I think it's perfect. すごいね。It's completely level too. Yeah. すごい。Yes! Yeah. ヨハンの高さに合わせてね、少し高くやっちゃったんですが、でも逆にこうやってね、あのプラントとか置けて邪魔にならないので、結構気に入っています。完成でーす。ということで、ついにビフォーアフターの比較を皆さんにお見せしたいと思います。まずはドアを開けた瞬間の第一印象。この独特しい壁紙は、私たちがこの家を購入した当初から一番微妙だなと思っていたところだったので、北欧らしい落ち着いたグリーンで部屋の印象を優しく見せることを心がけました。こちらの壁には45度の傾斜を利用した手作りの棚が立ててあったんですが、なかなか収納としては難しいなと思ったので、今回思い切って解体し、全く違うスペースの使い方をしてみることにしました。扉から入ってきてまずあるのは、じゃーん、ベッドです。そしてこれがね、めちゃくちゃふわふわなので、犬もお気に入りです。6月半ばに日本の家族が急遽遊びに来てくれるということが決まっていたので、5月に入り急ピッチで取り掛かった DIY プロジェクトでしたが、1ヶ月間ヨハンやメンバーの皆さんといろいろ相談して悩んで、私もヨハンも認めるこの家で一番素敵な部屋に大変身しました。やってよかったなぁと思うことがいろいろあるんですが、ボロボロだったブラインドも取り外し、木の状態もかなり悪くなっていたので、この内側の部分もヨートゥンのペンキで塗ったら、とっても素敵に生まれ変わることができました。ここにカノネットがあります。見えるかな。こっちはね、ネットがないんで、でもこっちだけネットをつけました。そして私がこの部屋の中でも一番と言っていいほどのお気に入りの場所はこちら。とってもシンプルですっきりとした足に、オブジェを置いてもゆったりと使えるちょうどいい大きさの机に引き出し、最後の最後まで迷ったこちらのミラーも奥行きを出してくれて、今ではつけてよかったなと思っています。このテーブルはね、これがすごい可愛くて大好きで買いました。で、一応ね、なんかここにも入れられるし、ここにも引き出しがあるし、いい感じです。で、これは大好きな妹のエリンに去年のクリスマスもらった花瓶です。可愛い。で、これなんですが、これは本当は縦でも使えるし横でも使えるっていう鏡なんですが、あの IKEA の確か鏡で、私たちはこの部屋のこの壁がね、結構寂しい感じだったので、こっち側はこれからあの埋めようかなっていうふうに思っているんですが、この部屋の半分はこのドレッサーみたいな感じでも使えるかなと思って鏡を横にしました。今回新しく手に入れた竹のラックに、これがあのお友達にもらった木のオブジェですね。めちゃくちゃ可愛くて大好きです。
で、これもお友達にもらったキャンドル立てになってて、これはあのセカンドハンドストアで買ってきた、多分130円ぐらいで買ってきたあの花瓶になります。で、今はあの特にゲスト用なので中は何も入ってなくて、まあ、ゲストの方こんなにたくさん洋服タンスいらないかもだけど、でもね、収納があった方がいいかなと思ったので、こっちに洋服を入れてもらって、こっちにあのハンガーでかけてもらいたいと思います。今回大変身を遂げたこちらのゲストルームですが、以前まではヨハンの洋服などを置いていた保管場所だったので、5月いっぱいでこのゲストルームのリノベーションが終わった後も休むことなく、6月からはメインベッドルームに手作りのクローゼットを作るという DIY プロジェクトも開始しています。はい、そんな感じですごくすごく可愛くなってめちゃくちゃ気に入ってます。もうこの色が最高じゃないですか。ナチュラルな色がいい感じになりました。見えるかな、めちゃくちゃマットに仕上がりました。光の感じで明るく見える時もあるし暗く見える時もあるんですが、すごく部屋に馴染んでいい色になりました。白のコントラストだとこんな感じですね。天井がこんな感じです。じゃーん、結構平らになったと思いません？もうね、結構ボコボコしてたのがなくなってこんな感じになりました。まあ、若干ね、近づいたらこう線とか見えるんだけど、でも言われないとわからないぐらいの完成度になったので嬉しいです。私たちが頑張ったこの DIY のお部屋を日本の家族に実際見せたところ、とても喜んでくれたので本当にやってよかったなと思っています。7月いっぱいまでヨハンが夏休みということもあり、お出かけや旅行だけではなくいろんな DIY にも挑戦していきたいなと思っていますので、もしよかったらチャンネル登録やコメントも残していただけると嬉しいです。最後まで見ていただいた皆さんにぜひお伺いしたいんですが、私たちはこの4色を試し塗りをして、この中から外壁の色を決めようかなと思っています。4色とも私たちが好きな色なので決められないかもという感じなので、ぜひよかったら投票してくださると嬉しいです。何や、すごい座り方。またそれではまた来週もお会いしましょう。 Hey no!